アレフランス、アレフランス、1970年から1989年とは、アメリカ合衆国で生産され、フランスを中心に競争生活を送った競争場、繁殖品場である。フランス品場参観や外専紋章など G1 競争を発祥する活躍を見せた。競争場名は、池、フランスという意味である。 アレフランスは1970年5月24日、アメリカ合衆国メリーランド州のスタイミー、マナー牧場で生まれた。父のシーバードは、外旋門賞優勝馬で、母のプライスレスジェムは、フューチュリテステークスで、バックパサーを破るなど7勝を挙げた。オールアロングの馬種として知られるやドイツ系ユダヤ人の、ダニエル・ウィルデンシュタインに、購入、例最悪29万ドルで買われたと、 一歳児に16万ドルで、買われたともされるされ、フランスで調教されることになった。あれフランスは1972年9月、ロンシャン競馬場の頻馬限定戦でデビューした。デビュー戦を勝利で飾ると、翌10月に G1 のクリテリウム・デプリッシュ、現在のマルセル・ブサック賞に出走し、後方から追い込みを決めて優勝した。この年のフランスの2歳フリーフンデでは、 ヒンバの中で最も高い評価、58.5キロが与えられた。1973年4月29日、アレフランスは前哨戦を走ることなく、フランスヒンバ三冠の第一戦プールデッセデプーリッシュに出走。最高峰から追い込みを決めて優勝した。プールデッセデプーリッシュ優勝後に、場所のビルデンシュタインがダービーステークスに出走させてみようかと、 発言したところたちまちイギリスのブックメーカーが、賭けの対象し、前売りの一番人気となった。このことがきっかけとなり、ボバとの能力差を測るために5月13日のリパン賞に出走したが、結果は7着に終わった。ビルデンシュタインはそれでも、ダービーステークス出走を諦めず、あれフランスをイギリスへ移送しようとしたが、馬運舎の中で暴れて、 それまで移送中に同行させていた羊を同行させ、買ったことが原因と言われている足を痛め、遠征は中止となった。6月10日に、フランスヒンバ3冠、第2戦のディアヌ賞に出走し、2着のダリアに馬身半の、キサをつけて優勝、フランスヒンバ2冠を達成した。ディアヌ賞出走後は、休養取り、9月2日に G3 のネット賞に出走し4着に敗れた後、 同月23日にベルメイユ賞に出走。2着馬にニバシンのキサをつけて優勝し、フランス品馬3冠を達成した。続いて10月7日に外戦門賞に出走。一番人気に支持されたアレフランスは直線で追い込んだが、ラインゴールドにニバシン反差及ばず2着に敗れた。この後アレフランスは直線2000メートルのコースでスピードを発揮させて、 見たいというビルデンシュタインの希望から、イギリスの G1 チャンピオンステークスに遠征したが、ここでも2着に敗れ、この年のフランス3歳フリーハンデではボバを抑えて、最も高い評価、63.5キロが与えられた。1974年、それまで調教を担当していたエイクリム社長教師の、引退に伴いエイペンナの旧社に、テムマヤシタ、あれフランスは競争馬として絶頂期を迎えた。 4月に復帰戦の G2 アルクール賞を勝つと5月に G1 のカネー賞も優勝6月の G1 スパーン賞では遠く離れた1から追い込みを決めて優勝したその後 G1 キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスに出走する計画が持ち上がったが輸送の不安を理由に断念され休養に入った陣営は秋の目標を外旋門賞に据えた 9月に前哨戦の G3 フォワー賞を優勝。一番人気に支持された外戦門賞では、普段より早めに前方へ進出する競馬を見せ、ゴール前へ400メートルの地点で先頭に立つと、コンテスドロワールの追い上げを頭差しのいで優勝した。この時アレフランスに帰乗していたイブサンマルタン騎手は腰の小骨を骨折し、満足に歩くことさえできない状態であったと言われている。 この勝利により、アレフランスは、20世紀最強の貧馬の一頭という、評価を得ることになった。ビルデンシュタインはこの後前年に引き続き、チャンピオンステークスに遠征する計画を立てたが、旧車サイドの反対にあって断念した。アレフランスは5戦5勝の成績でこの年のシーズンを、終え、フランスの年度代表馬に選ばれた。フランスのコバフリーハンデでは最も高い評価、69キロ、 を獲得した。なお、この年の夏には実現はしなかったものの同世代の、ヒンバダリアとのマッチレースが計画された。両馬が直接対決したレースではいずれもアレフランスが、勝利を収めていたが、ダリアもキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスを連覇し、アメリカへ遠征して、ワシントン DC ・インターナショナルを優勝するなど、複数の G1 レースを勝ち、 修得賞金の面ではアレフランスを上回る活躍をしていたためである。両馬は1975年にも二度対戦しているが、いずれもアレフランスが先着している。ビルデンシュタインは外戦紋章連覇を夢見、1975年も競争生活を続行させることにした。5月に G1 がネーショーに出走し、連覇を達成。続く、 G2 ドラール賞でも勝利したが連覇をかけて臨んだ。G1 スパーン賞では三着に敗れた。この後前年と同様キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークスへの出走が持ち上がったが、年と同じ理由で断念された。その後外戦門賞を目標に据え、休養を経てフォア賞に出走したのも前年と同様で、フォア賞を連覇して一番人気で外戦門賞に臨んだ。 しかしレース中に他の馬と接触し左後ろ足の低鉄を落鉄するアクシデントに見舞われ直線で伸びを欠いて5着に敗れた優勝したのは最低人気のスターアピールであった外戦門賞の後ビルデンシュタインの移行により2年ぶりにイギリスへ遠征しチャンピオンステークスに出走することになったあれフランスはスターアピールには先着したもののローズボールに一番新反差 及ばず2着に敗れた。その後アメリカ合衆国へ遠征することになり、11月1日にサンターニタ競馬場で行われたナショナルサラブレッドチャンピオンシップに出走した。ダートコース、小回り、左回りと未経験の条件が重なった。このレースでアレフランス先行して失速し、最下位の11着に敗れた。ナショナルサラブレッドチャンピオンシップを最後に競争馬を引退した。 アレフランスはそのままアメリカに泊まり、ケンタッキー州のスペンドスレフト牧場で繁殖品場となった。シアトルスルーやヌレーエーフなど一流の種ボ馬と多く交配し後頭の3区を生んだが、そのうち重賞優勝場はフランスの重賞 G3 サンドリンガム賞を勝ったアクションフランセーズのみある。あレフランスの繁殖成績はダハール、リブリア、 デレガントダリアと3等の G1 優勝馬を排出したダリアと比較されることが多い。1972年、2002章1973年、7003章1974年、5005章1975年、7003章を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。